お世話になります。ひとりでございます。ミルタンクの転がる、これを聞いただけで号泣できるあなたは私の家族と言っても過言ではありません。子供の頃、近現時代に誰もが一度はミルタンクに転がられ無双されてトラウマになったことがあるでしょう。で、金銀発売から20年後大人になった今、道を歩いていた時にふとこのような考えが天から降ってきました。逆に自分がミルタンクを使ったらどうなんだろう。いつしかその思いが頭にまとわりつき、私は眠れなくなりました。同様の理由で私のように眠れてない人は非常に多いと思います。ということで今回はハートゴールドソウルシルバーのストーリーをミルタンク一体で無双できるか検証していきたいと思います。ルールは最初にミルタンクの卵を交換し孵化させ、そこから基本一体でストーリーを進めます。なお秘伝要因はありですが、戦闘に出すことになったらゲームオーバーとします。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。よし、じゃあようやくここまで進めましたので交換しちゃいましょう。これでいきましょう。はい、ミルタンクの卵到着と。よし、ゲットしました。まずは孵化させていきましょう。めっちゃ時間かかんの。オッケー、来ましたね、これ。よし、はい、オッケー、来た。悪魔のミルタンク来ましたね。この言いにくさかっこいいと思います。無双ウンクで絶対これミル無双とかのがいいでしょ。後ろについてる可愛いでしょ。適当に草むらで戦ってみましょう。どんぐらい食らう？あ、けっ、まあでもそんな強くはないか。体当たりでも結構ちゃんと食らうね。体当たり。あー、ちょっと待って、お前急所はないだろさすがに。これ逃げないと負ける。回復してと。もう一回行こう。行くぜ、体当たり。あ、防御下げてきた。また防御下げて2段階も下げられた。やばい、これ体当たりされたら1コロか。3段階下げられたぞ。やめろよ。お、またやってきた、尻尾振る。4連続頼む。これやられたら終わり。あぶねー、尻尾振るしかやってこなかった。おかげで倒せた。上がった、よっしゃ。もう一回戦いましょう。お、強っ。1しか食らわない。やっぱり防御力めっちゃあるんだミルタンク。急所に当てていく、ナイス。もうちょっと戦いましょう。え、2レベで相手3レベなのにこっちの方が素早さ早い。こっちの方が早いって異常じゃね。それはレベル上がってく。あ、鳴き声いらねえ。ポケ戦いきましょう。いや、ちょっと待って待って待って、これ勝てねえぞ。ちょっとワンチャンいけるかやってみようか。え、待って、それはないわ。俺の身はちょっと、これ大丈夫か。これいけるね、ギリ勝てるね。オッケーオッケー、引っかく、大丈夫。あー、急所に当たった。マジかよ、おい。7レベルまで育てましょう。御三家より全然強いよ。なかなかいいよな。オッケーオッケー、さすがだね。オッケー。てかミルタンクメスっていうのがまたいいね。丸くなるはいらねえな。オッケー、ここ賭けに出よう。やめろ、俺は怖いぞ。ギリ勝利した。これ先行きましょう。初トレーナー対戦行こう。わい、余裕、普通に勝ちましたね。あ、こいつ戦うんだ。踏みつけで一発。オッケーオッケー、踏みつけ余裕。オッケー行きましょう。一発じゃないこれ、余裕だわ。ロケットダウン、幹部なのに8レベルとか。オッケー、ナイス。オッケー、じゃあ行きましょう。あ、死ぬか、よかったよかった。わあ、ギリ勝利。こいつマジで見た目かっこいい。え、ちょっと待って、勝てなくねこれ。あ、積んだ。まさかこんな終わり方するとはな。いやー、ちょっと育てましょう。オッケー、よし、転がる覚えた。呪いやられたし。いやー、きつい。いやー、死んだ。バカした、呪いがきついわ。いやー、いけるかこれ。いや、でもこれ自分死ぬんじゃね。あ、毒食らわないか。ちゃんとぶっ倒していきたいと思います。はい、余裕で倒していく。出た、ミルタンク、我がライバル。完全にミルクの実を枯らさないと多分勝てないですね。おっしゃー、ようやく勝った。やっぱり強えわこいつは。いや、これ懐かしいな。オッケー、倒していく。お前何こんなとこにいるんだよ。オッケー、危ねー。あ、のしかかり来た。オッケーオッケー、はい、オッケー、倒していく。倒しましたね。厳しいね。うわー、呪いやられた。うわー、死んだ。マジか、呪いがマジで無理。転がる、ナイス。よっしゃー、行きましょう。うわー、呪いやられたよ。終わったなこれ、ほぼどっちにしろ終わった。あー、無理だ。はい、オッケー、転がる強い。危ねー。え、こいつだよね。おい、ちょっと急所かよ。おっしゃー、無理じゃんこれ、催眠術やられたら。オッケー、倒した。2連続ひるみで撃破。鋼タイプだったんだ。オッケー、急所ラッキー、倒していく。いやー、無理、これ勝てねえわ。ただこう気合いパンチいこっか。あー、終わった。マジ無理だ、勝てねえ。うわ、負けた、もう無理だよ。おい、マジかよ、無理だって、勝てねえ。あー、オッケーオッケー、ラッキーラッキーラッキー、オッケー、ラッキー勝ち。もうこれしかなかった、勝ち筋。うわー、すげー、ナッチ。よし、倒した。幹部か、一発、全部一発だ。よし、渡るね。オッケー、一発でしょさすがに。ありがとう。よし、行こう。オッケー、倒していく。うわ、急所に当たった、ナイス。またこいつかよ。はい、一発。オッケー、倒していく、ナイス。よし、余裕のよっちゃんですね。ライバルって戦うの。一発で倒してやったぜ。急所で倒せた、ナイス。よっしゃ、一発だ。よし、倒した。やめてくれよ。オッケーオッケーオッケー、これ倒す。幹部だよね。オッケー、倒した、倒していく。アポロ、よしよし、押し倒した。よし、余裕、よし、行くぜ。オッケー、よし、オッケー、これはでかい。うわ、死んだ、マジか、これ死んだ。こっちの早い。え、どうなのこれ。え、負けたこれ。一応今秘伝要員がいるんで勝っちゃったことになりましたけど、これ秘伝要員いなかったらどうなってたんだろう。普通に私の負けかな。はい、よし、き
ついて、うし倒した。サンダースとかかな。うし倒した。ミルタンク最強だなマジで。オッケー、勝負しましょう。急所か。なんでこんな和風なの。え、金の玉でしょあれ。すげえ来た。うわすげえすげえすげえ。やーす、危なかった。ギリ勝利。うわマジかよ。倒していく。オッケー倒した。もう一発で持っていけるっていうね。急所に当たった、ラッキー。ナイス、倒していく。あ、これが自信じゃね。おっし、自信とアイアンテールを持ってせようかな。行こう、行くぜ。これはでかいね。いいね。いやいいね。ラッキー、急所に当たった。ラッキーラッキー。懐かしい。とりあえず倒した。やっ、よし、ちゃんと当てていく。ようやく倒せた。うわー、いったギリ。いや、いけると思う多分。おっしゃ、おっし、一発でいった。うわ負けた。しかも PB マックス消費しちゃったし。行くしかないか。おっしゃ、いいね。オッケー倒した。アクタイプはいけるいける。よっしゃラッキー。おっしゃ急所に当たった。倒していく。おっしゃ一発で持ってくた。うわ吹き飛ばしは、これはない。これは負け判定じゃなくてお願いします。これはしかもこれ一旦こっち無駄に使ってるわけだから。闇カラス超弱。オッケー、行こう。渡るさん、ヤラドス。うわ威嚇か。オッケー急所。おし、おし、オッケー、急所に当たった。タイプ1じゃない技で倒していく。オッケー、おっしゃ、なんとか勝ったぞ。これはマジで嬉しいわ。ですからこれ PP マックスとかもう非売品ですから、もう一回のチャンスとかってないですから。ですから今回一回使ったねだけで勝ったっていう感じなんで、めちゃめちゃ運がいいですね。おっしゃ、プレイ時間10時間35分でリーグチャンピオンになりましたね。もうボス早え。オッケー、これは懐かしすぎて泣きそう。オッケー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 、余裕すぎんな本当に。オッケー行きましょう。オッケー、これちょっと怖いぞ。うわマジか、死んだ。ここで負けんのはないわ。オッケー急所強、行きましょう。あ、一発で倒した。オッケーオッケー倒していく。とりあえず倒した。あ、本物か。よし余裕っすね。こっしゃー、オッケー余裕っすね。よっしゃ行こう、倒していく。よしやっと倒せた。うわ結構苦労したな。オッケー、あ、オッケーオッケー、はい倒せましたと。オッケー消えた。オッケー大丈夫でしょう。よしオッケーオッケー、ギリ上げてるやつでしょ。一発ですね。ブーバーも一発。いや一発だ、全員一発。行きたいぜ。もう急所に当たって死ぬっていうね。 PP カラス、すげえ罪悪感がものすごくある。ただこれしかない、もう方法が。どっちにしろ運ゲーですからね。オッケー倒した。オッケー、うわーちょっと待って、これないって。おいおい、いやこれはしょうがないでしょ。倒せるか。はい倒していった。おい吹き飛ばしやんなって。おい、これで威嚇なくなっちゃうんだよ。わしの方が有利になるんだよ。オッケー、とりあえず88はちょっとレベル高すぎ。勝てねえじゃんこれ。ちょっと待って、無理だ、絶対勝てねえこれは。もう絶対勝てないので、これじゃあレベル上げだけしときましょうか。じゃあ2体目で死んだわ。あー無理だ、もう勝てない。恩返し覚えさせときましょうか。うわーマジか、急所で死んだ。俺もう本当に運悪いと負けだな本当に。なんとか倒しましたね。いやあと1回は殿堂入りしよっか。うわーマジか、死んだわ。最悪、もうやだ。レベル上げちゃいましょう。はい倒していく。はい83レベル。不思議な雨ございますから。84になりました。ラストの戦い、オッケー。マジかよ、急所かよ。おいおいっしょ、ちょっとこれ運悪すぎ。しかも急所だし。うわーもうマジかよ。うわマジかよ、また負けた。あられで。よしここでメロメロ覚えさせていきましょう。 PP 的にきついとかあったんで覚えさせてなかったですけど、いけると思いますね。オッケーオッケー、ラッキーラッキー。おっしゃ倒したぜ。ラッキー、全員押す。オッケー出せない。オッケー、メロメロ劇場ですね完全に。よっしゃ終わらせていく。よっしゃ勝った、勝ったぞ、マジで勝った。完全にメロメロだけで勝った。レッドのポケモンがたまたま全部オスだったからできたゲートですね。これは最高に嬉しい。これはということで、検証結果、ハートゴールドソウルシルバーのストーリーをミルタンク1体であまり無双できないでした。ミルタンクはノーマルタイプで、タイプ相性的にも種族値的にも防御面もかなり高く、序盤ではかなり安定して無双っぽく戦いました。後半も全体的に割と安定して戦えて、どこか一つのところで負けまくるということは結構少なかったと思います。ただノーマルタイプで抜群がなく、最強と思っていた転がるも自分で使うには使いにくく、攻撃面で相手をすぐ倒せないため、この1体だけという企画上じりじり削られて終わり、効果抜群が1個あれば終わり、急所で終わりみたいになってしまいました。あとは金銀では普通のジムでも四天王でも格闘タイプが出てくるというストーリーで、ノーマルタイプにはややきつい仕様でした。やっぱ転がるミルタンクは我らが茜様でないと使いこなせないみたいですね。